なるほど、リースが切れるんで返さなきゃないんで通話になったんですね。なるほど。ツイートだったりあのフェイスブックだったりでいろいろ拡散した中でどれくらいその反応ってあったもんですかね。と何数字的な 5,6 件ぐらいだったんですか。その中で実際そのいただけたっていうか届いたものとかはまだまだまだちょっとあの困った状態が続いているっていう理解でよろしいですか。今観光協会の方が申請もあの生活再建と同時に観光の方も復興していかなきゃならないっていうことで同時にあのスタートしてあの事業の方を行っております。そういう中でやはりあの運営資金の確保の方があの困窮している状態も続いております。それで今度今いる仮設事務所からですがあの事務所の方に移るようになるんですけども、その際にあのいろんな部品関係、機械パソコンなどもちょっと不足している状態が続いておりますので、ぜひともご支援いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、協会は一応こちらのハギを、うん、